そうなん。髪サラサラ。茨城めっちゃ寒い。今日ね新潟はね暑かったの。昼間は暑かったんだけど、今暖房つけてる。今日めっちゃ暑かった。可愛いなゲストありがとう。インスタのうるさまシャリーにしてそうだよ。まだののかちゃん好きだ、好きでさ、あの音声にしちゃった。可愛いののかちゃん。村方のもうここで、え、そうなの。まだ今日さ違うの、昨日が寒かったから、あの今日も寒いかなと思って極暖来たの。めっちゃ暑い暑かったあ、初見の方インスタのフォローよろしくお願いします。めっちゃ暑くて、あーだるまありがとう、バラもありがとう。そう、難しくないこの時期のさ服装とかマラだけ、マラ本当になんか苦手なんだよね。あーハートありがとう。マラちゃんの生写真さやとセット届いて、え、本当嬉しい。茨城コンビ押してね。おんにい時間いつも会わなくて来れなかったけど来れて嬉しい。あー嬉しい、やっほん。うれっぴーこんばんは。バンダイすごい人がたくさんいたわ。え、何すごい人って何、どうすごいの。いや極暖やばいっしょ。極暖来ちゃったの今日、間違えて間違えて来ちゃった、やっほん。でももういらないよねヒートテック、もしさいらないよねでもわかんないじゃん、寒い時来るかもしれないから。こんばんは。そういえばみんな聞いて、マナさミディアムぐらいすることにしたミディアムぐらい、ロングじゃなくて今度はミディアムにするの。これは本当、これは絶対に宣言。あと前髪もちょっと伸ばす。この前きあの来ちゃったけど、ちょっとだけ伸ばしてちょっとこう巻けるようにするやっほー。あーなんかすごい可愛い子いっぱいいるなーって思った。新潟聞きながら勉強してますね。前の配信見ながら勉強してるの。サンデーマンデーチューズデーウェンズデーズンデーフライデーサッタデーまた気代わりする、え、気代わりしないよ。もうまだちょっとミディアムで生きていく。まあこんぐらい、ミディアムってどれぐらい。なんか今日ね違うの、なんでマナがそう思ったか聞いて、それ聞いたらね大丈夫。なんか今日もねメンバーと会ったんだけど、なんか耳かけしてたのその時、耳かけしてなんかマナに似た人が立ってると思ってこう見たの。そしたらマナめっちゃ髪短くて、耳かけたらなんかあの前下がりなんだよね。前下がりだからか分かんないんだけど、耳両耳かけしたらもうすごい、なんだろう、猿の赤ちゃんみたいな感じの長さだったの、髪の短さが全体的に見てね。だからえ、まだこんな短いんだって今初めて知って、今日自分の髪、あ、ミルクありがとう、たくさん、あの短さのミル、短さのミルクじゃん、なんだっけ、髪の短さを今日知ったの初めて。でそれで、え、そう、鏡、それでちょっとミディアムにしようって思った。あ、ミルクありがとう、やっほん。びっくりした、こんな短かったんだと思って、今日実感したの。そうだよ、今日実感したの、今日もなこんな短いんだって思って、両耳かけたらめっちゃ短かったから、前下がりなのかな。みんなミルク与えてて草、イエーイミルク。髪色明るいのにトゥルトゥルに見えるのすごいね。え、ありがとう、みんなそんな髪で染めてくれて、やったー。でもそろそろトリートメント行って髪染める。トゥルトゥル
とてもお似合いです、ありがとう。ボブとミディアム、今はボブ、これマナ、これボブ、なんかマナがさ短くてもボブに見えなくない？その髪色好き、めっちゃ可愛い。これ何色なんだ、なんかね、もともとねピンク、ピンクブ、ベージュ、ブラウンにしてもらってたんだけど、今ねもう色落ちちゃったの。だから色落ちヘアだよこれは、マナマナちゃんの色落ちヘアで注文してみてマナちゃんの色落ちヘアでお願いしますって言って、みんなあーやっほー、すごい初見の方嬉しい。ニットのベース、これはワンピースだよ、ワンピースなんだけどこれつながってるの。マジで状態いいからな、覚えとけ、イエーイ、状態いい、嬉しい、いい感じに色落ちそうなの。なんかまださ、この前もあのさちょっと紫っぽいピンクっぽい茶色みたいな、あの結構初めの頃2回連続ぐらいでやってたんだけど、その時の色落ちもねこんぐらいだったんだよ。マナの髪の毛は何色でも色落ちするとこの色になるの、メモしといて。これはマナはどんな髪色にしてもこの色落ちになるってメモしといて。色落ちに見えない、似合ってます、嬉しい、色落ち。これでも明るいんかな、マナこれ。うちもインナーからいい感じに色落ちして金髪になった。でもブリーチするとさ金髪になるよね、色落ちって。どうなんだろう、ブラウン系が残りやすいのか。ああそうなのかな、確かにこれブラウンだよね、何の悪さもなくブラウンになってる、綺麗な。もはや黒髪のマナちゃん懐かしい。でもさ言うて1月ぐらいにしたよね、マナ黒髪。1月だっけ、なん1月じゃないか、10忘れちゃったこんばんは。髪染めたことない、じゃ初めてあのマナちゃんの色落ちヘア、色落ちカラーで染めてみて。こんばんは、わーハートありがとう、たくさん、ミルクもありがとう、ミルクとハートありがとう、こんばんは。なんなんなん、わあたくさんありがとう、綺麗にカットされ、そうでしょ、綺麗な前髪は自分で切っちゃった。カブシはまだ、あそうカブシのために黒くしたの、なんか黒くしたいなって思って、なんか黒くしなさいって言われてるわけじゃないんだけど、でもねほとんどみんな黒にしたよね、カブシは。まあもう黒くしたくて、黒ではないんだけど、まあ黒だね、してもらった、可愛いです、ありがとう。でもその時の色落ちもこんぐらいじゃなかった、気のせいかな、もっと濃いかな、どうだろう忘れちゃった。うさ耳のオフショまだある、あると思う、メールには結構載せてるけど、今度ツイッターの、あの載せてないっけ、まだツイッターに載せるね、ツイッタープレイにはならない、もうねもうちょっとで染める、なっちゃって、なってるの今。あのねあれ、アイニャンさんの卒業公演前に染める。え今日からだよね応募、アイニャンさんの卒業公演、明日からも1週間マジのおかげで頑張れるよ、わあ嬉しい、頑張ってね、応援してるよ。あメロンパンもありがとう、ミルクもありがとう、緑にアイニャンさん、そっか緑か、どうしようかな、緑にしようかとか言って、緑まだ似合うかな、こんばんは、何色にしよう、でもこれぐらいでもまだ結構気に入ってるんだよね、みんなも褒めてくれるし、はい。まださっきさミニトマト食べたんだ、
ミニトマト大好き。何でも似合いそう。本当？じゃあどうしようかな、マナ。何色にしよう。シルバー。シルバーとか。29日までの公演申し込み。あ、そうなの。茶色素敵。やったね。ありがとう。ミニトマト育てる？まだ育てることできないよ、絶対。ミニトマト育てられない。こんばんは。卒校の日に緑のウィッグ。でもさ、だってウィッグって取れちゃうでしょ、絶対。どうすんの、まだ、さ、アイニャさんの近くでさ、せっかく踊れるってなってさ、 DMM でこう抜かれてる時にさ、もう半分ボブで半分なんか緑のロングみたいな。マナタン染めたの？まだ染めてないよ、もうちょっと。でもオレンジ茶色、オレンジっぽい茶色がいいなって思ってる。ちょっとでもそれはもうちょっと夏になってからにしようかなって思ってて、どうしようかなーって感じ。でもこれオレンジの茶色じゃないよね、これ。これ何色？わかんない、まだ。ヤッホー。もうちょっとで染めます。でも髪の毛は切りませんので、多分多分嫌い。でもそんなに伸びてないし、今回いいかな。こんばんは、イエーイ。ハート型ウイルスにやられてし、まださ、今日逆らけしたかったんだけどさ、なんともどっこい充電がないので充電がなくて、充電してるんです、今。絶賛。こんばんは。ハート型ウイルス。派手な色にするな、もう少しショットにしたい。でもまださっきさ、ミディアムにします宣言しちゃったからさ。そういえばイヤホンしてない。そうなの、充電器してるから。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな、そう、また充電してるよ。ちゃん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 。スマホに怒られないように。そうだよ、スマホに怒られるの嫌だから、怒られる前にした。オレンジいいと思う。オレンジにしようか。オレンジっぽい茶色みたいな、いいよね。チュチュチュ。うん、どんな注射も効かないわ、あなたのことばかり考えてしまうの。うちはこの配信で元気を充電してる。えー、嬉しい。やったー、やったやったー。電池落ちるとバッテリーの寿命短くなる。え、だからまだすぐなくなっちゃうのかな。あ、178、イエーイ、よかった、無事に、イエーイ、ピース。てかさ、毎日配信チケット10枚がマックスなんだけど、10枚溜まってた、見たら。イエーイ、パチ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 、ピース。タンラランラン、さあ、あと少しで半年。え、早っ。6ヶ月、10日間も休み。まあ言っちゃえばそうだね、10日間。 10枚あって、あと9枚か。9枚。タンタンタン。一回も使ったことなかった。やっぱ、おあ、メロンパンありがとね、イエーイ。ちちちやっぱ、おわ、
初見の方インスタのフォローよろしくお願いします。インスタグラムフォローミー。ランラランランランラランラン、ダララ。今日さ、みゆみゆに久しぶりに会ってさ、喋ってたんだけどさ、みゆみゆって声かわいいねいきなりみゆみゆって声かわいい。あのさ待って、全然できない、ダメ、こんなんじゃない、もっとかわいいよ。違うなんで。そう、今日久しぶりに会った、喋ったなんて喋ればいいかな。みゆみゆってなんて喋ればいい、喋るんだろう。やられてしまったみたい、どんな注射もいかないわね。あの声で起こされでも、まだ起きれないわ多分逆に寝ちゃうかも、みゆみゆに起こされたら。あ、まだ寝てていいんだまだの目覚ましボイスだとか一発で起きるよみんな。てかマナの目覚ましさ使ってる、みんな当たった人とか。どんな注射も効かない。マナちゃんも可愛いです。マナの声可愛くなくない、別にマナの声ヤッホー。確かにみはるさんも眠くなるボイスだね。なんかさ、みゆみゆもみはるさんもさ、なんか声と同時に何、酸素混じってるよね、なんか一緒にボイス&酸素がこう一気に放たれる感じ。おはようみたいなちょっと違う、もうマナのか、マナの場合はボイスだけって感じ。サーヤも眠くなる声、ああわかるかも。でもなサーヤの声好きなんだよね。サーヤこんばんは、普通に可愛いと思います。本当にマナの声、マナの声可愛いじゃん。でもマナってさ、高くもなく低く、まあどっちかって言ったら低くない、どっちかって言ったら。あー、ハートありがとう。マナちゃんはかっこいいタイプ。あ、だからさ、結構さ、マナってさ、あれ可愛い曲よりかっこいい系の曲がすっごい褒められるんだ。あ、ハートありがとう。なんかマナがその可愛い曲とか歌っても、その同じキーだとしてもちょっと低く、滑舌滑舌っていう、滑舌も今言えたのが滑舌って言っちゃった。滑舌ちょっと言われるよ。そうで、同じキーだったとして、まあ例えばマナとミュウミュウで一緒に歌ったとしたら、これぐらいキーの差感じると思う、同じでもね。あ、だるまありがとう、たくさん。タンタンタン。でも聞いてほしい、なんか茨城コンビいるじゃん、マナとサーヤ。茨城コンビ推しがすっごいたくさんいることが発覚して、まず、まあ、名前はザーって言っちゃうと、日野、カホで、なんかマナが勝手にマナとサーヤが勝手に言ってるんだけど、ちょっとスタッフさん女性の方なんだけど、そう、今のところこの3人、あと誰かもういた気がするんだよな、ちょっと忘れちゃった。そう、茨城推し。あとさ、ファンの方もさ、結構まなちゃんとさあやちゃんでなんか公演してとかさ、なんかして結構見る。どっちが総長、どっちも総長でしょ、どっちも総長。茨城出身のスタッフさんもいる。あ、そう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 なんですよ。まあその方はもちろんね、まなとさあやのこと、マナサーヤ推しじゃないとおかしいですよね、やっぱり茨城コンビとしてパパン。
そう、茨城のお仕事ね、なんかマナもサーヤとね最近話して、茨城のお仕事したいよねって話してて、サーヤと。そうだからできるといいなって今めっちゃマナたちも思ってて。あー、サイリウムありがとう。マナとサーヤのコンビ名なんだろうね、今んとこ茨城茨城っていうコンビ名だけど、納豆大使。でもマナもサヤもどっちもね納豆食べられるよ、ちゃんとしっかり。茨城でも茨城ラジオとかもあるしね。あー、だるまありがとう。お二人は出身の地域近いの？いや、わかんない、どうなんだろうどうなんだろうか。あー、だるまたくさんありがとう。ハートカッターウイルス、そう、茨城県結構広い。茨城でイベントあったら遠征する。ほんと？マナとサーヤでさ、茨城でなんかさできたらみんな来てね、絶対に。実は隣の、そう、実はマナサーヤの庭に住んでたんだ、秘密にしてたけど。ヤッホー。でもそう、茨城も結構広くて、結構ね場所によっては結構大変かも。行く、あー、パンたくさんありがとう、嬉しい、イエーイ。初めはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた。茨城でイベントあったら何が何でも絶対行く。嬉しいね、絶対楽しいよね、してみたいんだよ、ね、なんだろうね、茨城してみたいな。ミルクありがとう。茨城のメロンは美味しいね。でしょ？もうメロン大好き。美味しいよね。水戸？ NGT 全国ツアーしてる。ねえ、ツアーね。絶対楽しいよね。マナもめちゃめちゃしたいって思ってる。あ、ミルクありがとう。ねえ、今日やばい、なんか滑舌が。ネバールくん、じゃあ分かった、あれでいいんじゃない、ネバールくんになってみたみたいな実はネバールくんの中身は古澤マナ。でもどうやって伸びるんだろう、あれ体ごと。メロン、メロン、メロン大好き。もう茨城の時ずっと食べてたよ。でもさ、思うことがあってさ、茨城の人ってなまりで茨城って言わない？なま、めっちゃなまってる方とか。なのにさ、県外の方が茨城って言うと怒るよねなんでなんだろう。マナもね結構気になる、茨城。でも茨城の人が言う茨城は別に気にならないなんでなんだろう。いや、言うよね。茨城茨城味いな。なんでなんだろう。かわいそう、県外の方。こんばんは。そう、茨城の人も、なんか、茨城ってたまに名乗るよね。茨城のイントネーションでギっていうのは許される。茨城、え、みんななんて言うの逆に。え、逆にそれがダメじゃない、茨城。でも茨城県の訛りの人は茨城わかんない違いがわかんないんだけど、何この違い。何、さやが言ってたけど、茨城の運動会って出店が出る。え、めっちゃ出るよ。
超出るよ。かき氷でも何種類か出たりするそう、一個でいいじゃんってなるけど、かき氷、焼きそばとかいろいろ出る。最近とかいちご飴とか出るんじゃない。あとあれも出るよ、綿飴とか。めっちゃ出た。え、運動会に来るっていうのがすごいよ。え、そうなの？もうね、幼稚園からずっと出てたよ。で、運動会の休憩してる時とか出番じゃない時とかお母さんの元へ行ってお金もらって友達と食べてたりしてた。え、茨城だけなの？そうなの？そうなのか。あんず飴とか大好き。あんず飴おいしいよね。59分やばい。じゃあ今日もマッハで読んでいきたいと思います。いきます。3、2、1。10歳村村さん、12位ギリダシュウさん、11位鈴村さん、10位埼玉の修作、9位ワンワンさん、8位みなさんさん、7位タブンフォーテートさん、6位青森からさん、5位竹戸さん、4位坂井修一さん、3位吉明さん、2位新さん、そして1位はりょうさんです。イエーイ、間に合った。これはギリだったんじゃないか。ありがとう、今日も配信見てくれて。じゃあみんな明日も頑張ろうね。マナも頑張る。明日頑張ろうね。イエーイ、明日は頑張ろうねミルクありがとう。おやすみみんな、また明日。バイバーイ、ピース。おやすみ。マナお風呂入ってきます。バイビー。